You're listening. you're listening you're listening to JOGB FM 78 Pay FM A Labo Index featuring Masaya Muskazee Evolution 進化という新しい可能性のためにそれぞれのラボで日夜研究を続けるエンジニアたち世界的にも最高のクオリティを持って評価されるメイドインジャパンを生み出す現場では日々どんなことが起こっているんでしょうかこんばんばは松上雅也でですすラボインデックス第109回ですこの番組ではそんなさまざまな技術開発に携わったエンジニアたちをゲストに迎えその技術が生まれた背景に迫りますさて日本の美術館といえば 写真撮影不可が一般的なんですけれども最近撮影可能な展示や展覧会が増えているそうですそれはツイッターやインスタグラムといった SNS の拡散で来場者を増やそうという目的もあるから作品保護のためにフラッシュ撮影禁止のところも多いそうですがカメラの技術も発達したことと SNS の広がりに合わせての展開ということで時代が変わればねいろんなものも変わるんですねあのそそもそも 蛍光灯は紫外線がとてもたくさん出ていてクリプトン球とかねあの展示に使われる電気っていうのもあれはすごく悪いかったんですよねあの作品にとってまあ、紫外線は人間にもそうですけど紫外線劣化が必ず起こるのでこれ LED になったことによって LED 電球は紫外線が一切出ないから,からそういう意味では芸術作品にもとても優しいらしいですよだからこれフラッシュの方もあの光源が紫外線が全く出ないみたいなことになってきたら 技術が進歩することによって撮影不可の理由がなくなるっていうねこれなんかとてもハイていじゃないですかこれどんどん撮ってどんどんばらまいてみたいな時代にお撮って撮ってみたいな感じになるわけですよ楽しみ増えますよねまた見れる人も増えるってことですからねさて今夜のレジェンドエンジニアですが先週に引き続き、えー、一般社団法人日本ハッカー協会代表理事杉浦貴之さんです 松風マサイがお送りしていく BFM エラボインデックス今週も進化を生み出す人間の力僕と一緒に探っていきましょう BFM A ラボインデックスフィ aturing マサカゼさて2018年は10月の上旬まで暑い日が続き異常気象を感じた方も多かったと思います振り返ってみると今年の夏の暑さは日本だけでなく カリフォルニアのインペリアル郡は48.3を記録世界観観測測史上最も熱い雨が観測されましたまた北朝鮮でも7月以来一部地域では気温が40度を超す記録的猛暑が続き干ばつのため今までには例のない自然災害が出ていたりイギリスでは日本ほど暑くなりませんでしたが雨が少ない上に日照時間が長く熱波が続く夏でした。 そんな中、国連の気候変動に関する政府間パネル IPCC は地球温暖化の影響で早ければ2030年にも産業革命前からの平均気温上昇が1.5度に達し地球環境の悪化が進むと予測した特別報告書を公表しました IPCC が13年に公表した第5次評価報告書によると 化石燃料を燃やすなど人為的な温室効果ガス排出により地球の平均気温はすでにおよそ1度上昇したことが推測されており今回の報告ではこのまま温暖化が進めば2030年から52年の間に1.5度を超える可能性が高いとありますまた気温が1.5度上昇する場合2100年までの地球の平均海面上昇は26センチから77センチと予測 夏の北極海で海水が凍結しない頻度は100年に1度となるとのこともし平均気温の上昇が2度という場合は平均海面上昇は 1.5°C の場合よりも4センチから1 6センチ高くなりさらに夏の北極海で海面が凍結しない頻度は10年に1度となるそうなんですそして2度上昇した場合生物のおよそ10万5,000種のうち 昆虫18%、植物16%、脊椎動物の8%が生息域の半分以上を失い、サンゴはほぼ全滅するとのことただし1.5度に抑えることができれば、10から30%は生き残る可能性があるとしています IPCC の報告書ではその最悪の事態を抑えるために今後数年間の取り組みが極めて重要になるとして各国にさらに厳しく温室効果ガス削減の指示をしています 1.5°C か2度かこの 0.5°C の差がサンゴの絶滅を招くわけですがそれはサンゴだけの影響ではなく世界各地の環境破壊へとつながっていることは間違いありません。 人為的な二酸化炭素を2050年には実質ゼロにする脱炭素化の必要性を訴える IPCC 私たち自身にとっても快適な日々を取り戻すために今一度考える必要があるのではないでしょうか。 松下手まさやがお送りしている BFM エラボインデックスそれではここで第109回のレジェンドエンジニアを迎えいたしましょう先週に引き続いての登場です一般社団法人日本ハッカー協会の代表理事杉浦貴之さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますいや先週本当にお話も面白くたっという間に時間も過ぎたんですけれども、はい、ハッカーというなんでしょうこうこうなんかスパイ映画的なところから本当のハッカーっていうところを急激に教えていただいた、えー 形と杉浦さんのんでしょうお話の仕方もとてもこう的確でものをすごい速さであ作る人ですよね、えー、ハッカーの語きがそうです、ね、ちょっと雑だけどすごくうまくて速い人みたいなそうですねまあ天にやるときは天にやりますけどねいこれでも面白いですよね、えー、なんかあのちょっと僕も勉強させていただいたんですけど、えー、ハッカーの悪いことに特化する人のことはクラッカーって言ったりっていう。 だから逆にみん,なみんなにも分かるように、えー、ハッカーイコール悪いっていうのがもうそもそも違ってんだよっていう。い、えー、いいとか悪いは別の話で そうですね、ハッカーはバッと早くうまく作る人っていうことなんですよね。ねえー、悪い人に特化した人はクラッカーみたいな。まあそれはね逆にそれも悪い人かどうかはよくわかんないですねクラ,イムクライムプラスハッカーがクラッカーの語源でして、はい、えとそれがやってたことが急に、えー、と罪になるかならないかっていうのは後々の話だったりとか前回教えていただいた話ですね。すねえー、なるほということは杉浦さんの中ではもう本当そういう 概念はまた別の話であって、そうですね、ハッカーはハッカーだっていう、そう,です、ね、うパーテーションという勝てない分けないといけない感じになってきてしまいましたよ。<ー>もうそういうハッキングを合法化する動きがいくつか増えてきていますので、まあそういうこともありまして、まあ善悪では言ってはいけないような。 内容にはなってきましたね勉強になります僕もん杉浦さん案で行かしていただきますはいはい、ありがとうございます <laughs> そういう概念ではないんだよ、はい、っていうところで、ね、さあ、えー、今週はですね皆さんもねお待たせいたしましたいろいろと、えー、一般社団法人日本博河協会について、えー、先週お伺いしたいんですけれども今週はさらに我々の身近な個人情報のところにですねいろいろと杉浦さんにお話を聞かせていただきたいと思っております、はいえー、まずはですね私たちの情報はやっぱり簡単に抜き取られている っていう現状があるっていうことなんですけれども、はいそ、そうですね。皆さんスマートフォンとかパソコンを使うときに必ず広告とかついてるますよね、はい。バナー広告ってやつですか。そうですね。こうそういうの宣伝がたまにバツ押したら消せますけど、えー、そうですね。はい、あれって実はあのあれ出してるだけで、えー、100社ぐらいにあの 自身の情報っていうのがばらまかれてるんですよ。どういったことですか？え、なぜどういったことですか？なぜかと言いますと、はい、広告出すにはアドネットワークというネットワークがありまして、はい、でそのアクセスしたの人の情報、まあ IP アドレスとかあとどっかで取ってきた年齢とかそういうのがあるんですけど、はい、まあそういうのを元に、えー、オークションかけるんですね。この人に対して広告出すのいくらでやりますって一番オークションえー、はい。 でそれで、えー、まあ、そうしますとその情報がまあ、広告関係出しているところ全部行きますので、はいえー、それであのもう情報っていうのはどんどん拡散されているんですね。はあ、でそのなんかオークションで一番高かったところのやつが僕のやつに表示されているんですと、ね。そういうことです。でそのオークションに参加したやつにはあらかたの僕の情報はいかないとオークションの金額も何も。 入札もでできないんでそで、ええ、知ってるしそうです、ね、中でも一番多くって広告会社とあのやり取り契約成立したところのやつが、ええ、恐ろしい、ええ、そんなことがあの速さで、ええ、行,って行われておりますし実際にそうやるっていうのは大体規約に書いてあるので長いやつ長いやつ、はい、長いやつで一番最後に同意しましたってポチやつそう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 どこかに書いてありますね特にスマートフォンなら必ず書いてあります、はあ、そうういったようなシステムで、ええ あらかたのややつはやってあのそういう,ふうにしですね。うわでもだからお金がちゃんと広告として成り立つっていうのはありますもんね,そう,ねそうじゃなくて適当に出しますかっていうじゃあ広告主の人に言ったところで、ええ、嫌ですもんね,ね例えば女性に特化したもの男性に特化したものの商品だったら、ええ、それはそのターゲットの30代の男性とかに。 見せなきゃ意味ないっすもんね。そうですね子供に見せた障害者、おじいちゃん、見せた書、えー、まあ逆に子供に見せちゃいけないものもありますから。ですよね。えー、あと情報性に見せたら、批判されるものもありますんでね。そうですよね。えー、そんなだったら、もう見せないように、見せたい人だけに見せるように。そ,うですね、そのためにはあらかたの。あれ、えー。情報は大抵日本の会社でも、日本人の九割ぐらいの情報は持ってるって言ってますね。広告が会社なんであれば。いやー広告となって、ええー、皆さんの。 個人情報を売って、えー、それを買った人たちがいるということですね。いやーあのすいませんちょっとまたちょっと話脱線するんですけど、はい、あれもあるじゃないですかあのコンビニエンスストアのレジ。ああありますね。あれ買うときって、ええ、僕ら何にも言われてないけど、19歳29歳あありますね。何歳とかって4つぐらいボタン押すよ54歳でしたっけ。えー あれはね大したことないですよあれは年齢の幅と男性、はい、女性をマーケティング仕様として使ってるのででもそれもだから言ったらそういうふうに地道にコンビニで日本中のコンビニでこう集められる情報とかそ,、ね、それもまたこう変えられるような時代なのがもうスマホだとこの<え>そのレベルじゃないっていうそうですねあとコンビニでもあの簡易カードとかでや買ったりすることもあるじゃないですか、はい、ポイントつけたりとか。あれはえーと コンビニがあのお金を払ってるんですけどその,その代わりにそのコンビニで誰がどういうものを買ったかをささらに分かるような情報が取れるようになってるんですよ。しかも聞いたのが何時に、えー、何時ぐらいにどんなもの買うかはい、えー、だからそれのシステムのせいで調べてったら実はコンビニで夜中にアイス買ってる男が多いっていうのが分かってそうですねアイスクリームメーカーが今まで女女って思ってたのが、うん、いやいや男だってそうですね。 意外に男だみたいな、えー、ファミマのスイーツとかそんな感じですよね <laughs> 男向けですよねあれね <laughs> そこはやっぱりもうそれは膨大なデータだし、えー、あともう間違いないリアルですもんねそうですねなんかこんな感じするよって店長が言ってるって話じゃなくってそうですねまあ、それがあるからやっぱコンビニもロスを少なくすることはできるっていうのもありますはい、はい、まあそれによってコンビニの方にちゃんとあの利益が出てきて店がたくさん作られて皆さん便利になると なるほどま、ね、出ました杉浦さんの、はい、さすがですね代表理事の杉浦さんの、はい、その使い方は別にいろいろその情報を集めること自体は善とか悪とかって話じゃなくてまあそうですねそういうものです、ねまあえー、そういういものですねまあ渡せば当然使われますし、はいえー、渡さなければ使われないですね。えー、でまずはこの渡 しちゃってるっていうか出,出てってるっていう,う、ね、事実はあるんだよっていうことをしっかりともう知らないじゃなくて知っておいた方がいい,のいないそうですねまあさらにもうインターネット使いますと情報出てくるのは止められませんのである程度はどうしても出ちゃいますねはい。あのー、例えば他にもコンピューターでは なのであのやっぱ広告系はもうほとんど全部っていうことですよね。ねいろんなショッピングサイトいっぱいありますけれども、えー、あの脇とか猛烈に出ますもんね。猛烈に出ますよね。一、はい、回行ったらそこの広告ばっかり出ますからね。はい。えー、あと過去に買い物したもの、えー、チェックしたあれ,あれいらないですよね。<laughs> リピーターじゃなければチェックしたものに関したりとか、えー、僕が痺れるのはあの あなたこれ好きじゃないですかっていうえー、えー、あなたの買ったものを買った人は他にこれを買っていますっていうのでえー、えー、紹介されたやつがすごいいいものだったりするとえー、えー、あ俺の趣味なやつみたいな同じ趣味の人がいるんですよこれ俺って思った時にっ、えー、寒気がするんですよね、えー、俺の趣味嗜好まで完全に読まれたみたいな、えーえー、読んでるわけじゃないですよ同じ趣味の人が以前いたからそれをトレースするだろうと予測されてるんですねでまさにそこがハマっちゃう時も ありますねいっぱいハマりますハマるハマらないと皆さんこれやってませんからね。そうですよね、えー、あれそれでのフィードバックももう数字が完全に出てるっていうことですね。そ,うですねそれがあのあれですかあのやっぱり刺さる情報が届くっていうそうですねまあ、それが便利っていう人もいますしああのの気持ち悪いいっていう人もいますよね、うん、あの驚くで言えば気持ち悪い驚いちゃったで言えばあの。 電話番号で自動検索しますかっていうふうに入って押した瞬間にブワーってもう、えー、懐かしの友達の名前がもうズワーって出るあの,あの恐怖でこうそのなんか通話ソフト全部やめたっていう,う、ね、そうですねこれ結構面白い使い方あって、はい、えと適当な番号を入れとくんですよ、はい、そうすると知らない人のやつが出てくるんですね当然ながら。 なるほど、自分の番号をっていうこと。そう、自分、自分じゃなくて、あの、電話帳に、たくさん登録しておくと、例えば一万件ぐらい。はい。それに入ってる人は、名前が出て、たりするんですよ。下手したら、まびしたら、芸能人見つけちゃったりとかね。ああ、まあ。いよね。今の放送しちゃいけないやつじゃないですか。ああ、ちょっとまずいかもしれないですね。まあ、でもね、だんだん、何でもできちゃうんです、これ。そうだ。その発想だ。考えたことなかったです。ツイッターでも、フェイスブックでも、これできちゃうんで。 そうですよね、ええ、僕の電話帳には僕の友達しか登録されてないからあれですけど便利とか言ってますけど、ええ、だってそれは僕の知り合いかって確認するあれなんかも,もん、ね、またこないですよないっすもんねな,んよなるほど、ええ、たまいっすねだ物事のこう考え方ですよねまあ使い方次第ですよねそういうことです、ね、別に悪いことしたのに向こうから情報くれるんで <笑><笑>すごいわ、はい、これはもうやっぱり今までにないこの発想の,、えー、あ,のあと今知り合いが突然僕はあの知り合い先輩がですね、えー、LINE であの「お金貸して」っつって LINE が来たんですよ。<ー>も完全に文章がちょっと変で、えーえー で途中からもう気が付いたんですよね片言な感じだし、うん、なんかもうこれおかしいなと思って「でお金困ってんですか?」とかって「うん、奥さんに言えない何かを買うんですか?」とかわざと変な質問してったらなんかこうフリーズするんですけど、うん、やっぱりその乗っ取られててまあ iTune カード欲しいんですかって聞いたらいいですよねはい、はい、なんか言,言ってきましたコンビニに行ってみたいなことを言って <laughs> だあ,れあれは人間がややっっててるんですすか人人間やってます、ね、人間まねなんですね、ええ、でもあれも,もうあのすごく端的な文章であったら例えば「こんにちは」には「こんにちは」じゃないですか「ええ、久しぶり」には「久しぶり」だったり、ええ、だからこれって自動化ソフトでそれこそ1億人とかにまあそれもいけるんでしょうけど、うん、やっぱりちゃんと反応しなきゃいけないっていうのもあるので。 じゃ今とこああれ人人間間がややっっててるるですま感じねこの間またあのショートメールで変なのが来たんですよ。今何してるみたいななんかすごく短くて片言だったんでこれもうまた乗っ取られたなと思ってそいつに電話して「お前乗っ取られてるぞ」って教えてあげたら本人だったんですよ。ねただ日本語が下手だったっていうそれも驚いたんですけどショートメールはやっぱりお金かかるので悪い人あんまり使わないです。なるほど その裏の取り方もやっぱり <laughs> そうですねそういうことですよね、えー、それじゃ再産性というか再産性が合わないので他人ニーナッ使わない限りショートメールやんないですねいや、えー、あとはあのー、も僕は怖くて基本的にオフってますけれども、えー、位置情報なんかも凄まじいですよね、えー、そうですね結構取られてます、ね、あんな細かくしっかり出ちゃう精度が高いじゃないですかそうですねかなり精度良くなってますから、はい、さらに消費電力も少なくなってきたので最近のスマホですとはい かなり長時間取れるようになってますね。あ、もうずずっと出しっぱなしに。そうですね、出しっぱなしにも結構。そっか、位置情報サービス出しっぱなしの人いますもんね。そうですね。オンしっぱなしの人。えーえー、あの初めて行く土地で道に迷った時は本当に便利ですよ。助かるなと思いますけど。えー、まあ本来は GPS とか使うと15分ぐらい情報取れないんですよ。それが一瞬で取れるようになっているので。 すごいあと全く今僕がお話ししてて思いつきませんけど何かにはできますよね、はい、そんな人の行動パターンを全部。まあいろいろと使われてますよ。 実際にはそうですね勝手に使われたこと多いんですけど防災関係でまあ統計用に使ってもったりとかいうのはありますしえ人間がここに溜まっててこれがどういう避難経路にするのかみたいな時にそういうのもありますしまあどこの場所に何人ぐらいいるかっていう情報なんかは実は政府から提供されてましてそれもスマホの GPS 情報をもとに作られておりますね。うん、あのコミケがええ コミケが日本で一番人が集まるイベントだったっていうことが判明したっていうのはなんか電話会社さんのデータだっていうふうに聞いてあそこあのコミケ専用に地局移動地局いっぱい出しますからね専用ペイントしてだからすごくこうリアリティがあるなんか、えー、主催者発表の何万人動員とかなんかじゃなくて、えーえー、もう本当に具体的にみ,みんなの数が出て、うん、実はコミケが一番だったみたいなので、うん、なんかそれもまた面白い時代だなそうですね面白いいですねもう一個聞いたの,あのポケモン、GO、が、えー ノノリノリででで皆さんん情報サービスを使って遊んでるじゃないですか、ええ、あ,れあのデータが集まってるっていうのも聞いたんですかまあそうですねまあ Google の子会社になってるようなアイアンテックだったりとかあと Google とアカウントを連携してましたら Google の方にも行きますのでいでいつどこに集まるかって大体分かってて今後と「ミュウツーが出たら絶対集まるみたいな <laughs> 感じですよねはい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 、えー、そうですよねあれだから便利にこうやってるっていうことはそれをだって向こうが管理してそうですね でまあ、人の移動も多分制御できるので「あのミュー2」出せば絶対みんな来るんでここにいいとか。カタカタカタってやったらうわミッションインポッシブルじゃないですかまた<ー>カタカタカタってやったら実際の何かが物理的に変わって人がみんな来るみたいな信号全部青になるとかそんな感じですね。 うわでもそうですよね,そ,すねそれを使ってみんなが便利に動いてるってことは逆に言うとそれでみんなを動かせるっていうことにもなるわけですよね。ううねえー、他にはどあの気をつけなくちゃいけないところとしてどんな情報が抜かれるものとしてはそうでですねも何かしら登録するというすべてなんですけどやっぱり一番問題となりやすいのはパスワードを使い回してるときにパスワードを入力するとそのサイトにそのパスワードを預けることになるんですよ。 はい、これが一番危険な情報ですね。ログアウトってボタンをきっちり押せってことですね。そうじゃん、そうじゃん。サイトごとに違うパスワードつけないと、はあ、同じそのサイトがハッキングされたりとか、そのサイトの人が悪かったりする、悪い人がやると、他のサイトのところも入られちゃうんですよ。それはもう今度はパスワード持ってる人になっちゃいますもんね。そう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 。パスワード、僕のパスワードを持ってる人って、ウェブ上では僕ですもんね。そうですね。区別つかないですもんね。僕とのパスワード本物完全に持ってた場合、ええええ、もう。 俺じゃねえとか言え,言えないです,、ね、すねだって僕の証拠がパスワードなのにそうですねそれでまあなんか仮想通貨買われたりしたら大変ですよね本当ですね、えー、身に覚えのない請求が、えー、といえば、はい、番組スタッフもですね、えー、あの本当に実際にありまして毎、えー、月クレジットカードで少しばかり高い身に覚えのない請求が来ていたということが後に発覚したっていうのがこれ実際にありまして、えー、僕もあのクレジットカード相当疑ってるんですよ、えー、あんな数億 とかか数億じゃ聞かないですかさまじい処理をね一1か月1年とかでするわけでやっぱ何がしか絶対これはできるだろうしこれが1円もたがわず合ってるってことはありえないだろうなっていうふうに思ってるんですけどまあそうですねまあ機械化してるのでコンピューター全部やってるのであんまり間違いは多くないですね入力間違い以外はただた最近あ入力間違いがあるん、ねまあ、ですね入れてますよね、はい、レジの人が。 1> 1万円を1000円をって売っ売ちゃたたみいいなな、ねね、人間的な間的違いいそれはあるかもしれませんけどね。以外はもう最近はやっぱだいぶセキュリティが高くなってるってうそうですけどただクレジット番号自体はセキュリティは非常に弱いということで実際、うんま、に盗まれてそのクレジットカードの情報っていうのを売買してる方も海外にはいらっしゃいますね。おー やっぱり情報はお金になるしその情報で何かを買ってその買ったものが換金できるんだったらもうほぼお金みたいな話そうですねまあクレジットカードを例えば100万円分ぐらい使えるクレジットカードを、えー、10万円ぐらいで売ってたりとかしますんで。うわー悪い人たちやっぱりいるはずですよ,ね,ですよね。それもたくさんいるのでそういう分業化されてるんですよ。うん、盗んでくる人売る人人人売使う人 監禁する人ってうん,でうん。あの今いまだにあのオレオレ詐欺本当に日本でも問題になってて全くゼロにならないっていう、えー、あれもなんか振り込み役だとか,なんか電話役だとかって全部分かれてるなんて行動ありますもんね、えーえーまあ、出し子が一番捕まるので出してくると、うん、<の>リスクが高いみたいなでもクレジットカードってクレジットカードってもう世界中ですか本当にそうですね世界中でやれてますけど、まあ、そういう犯罪やってるのは東ヨーロッパ系が多いですね。そうなんですか、えー やっっぱりりどこが多いってああるんですかありますかます東ヨーロッパってどこら辺ですか具体的に国はそうですかねロシアとかポーランドとかへ<ー>、えー、ウクライナとかあの辺みたいですけどねそうなんですか、えー、い行ったことないですけどでもそれもあれですよねたどってって誰がやってるんだっつっていろいろネットの足跡みたいなやつを追っかけていくとそうですね実際捕まってる人もいますし全然国の違うところに行ったりとかっていう、えーうん、まさにそれを杉浦さんはやられてるわけですもんまりないですけどね。う でももうそこ全部データの世界になるからこう全部が同じになってくるっていうのはちょっと面白いですよね,そうですね今までだとそのプログラムと銀行強盗みたいなやつっていうのは全く別なはずだったのにそうですよねデータ化できるものに関してはそうデータ化できるから被害額500億とかすごいですよねですよね <laughs> <laughs> 今までじゃそんな3億円でもすごかったのに何倍だって感じですよな, <laughs> なるほど。えー、物理的にあのありましたなな、えー、あの 1回あの起こったやつも本当はジュラルミンケースとかすごいあと現金も数億円になるとやたら重たいらしいって、ねええね、僕も思ったことないですけど、ええ、あれ担いで走ったりとかルパンサンみたいなことできない,みたいですよそうですね、ええ、これデータだったらもうすごいもう重さないですからそういういことですよね離れた場所ができますしあと振り込みとそのお金きれいにするのも。 できちゃえばまあきれいにその大変ですけどね口座間なんとかみたいな <laughs>、えーえー、紙幣の番号ないじゃないですかないですよまあでも仮想通貨ありますけどね番号が全然つてあそうなんですかそうですついてもありますあのでもクレジットカードとかでなんとかやった金額には番号ないから盗んだって分かんないんじゃないですかまあクレジットカードは、まあ、取引用の ID が必ずあるので内部的にはまあどこでどうやったっていうのは分かるようになってますねその取引のお金はこの口座に入ったっていうことそう,そうですね取引番号っていうのがつい、えー、一応ついてるはずです、うん、ないとできないのでうん えー、そして先ほどお話もありましたけどパスワードのお話、はい、あのまさに代表理事の杉浦さん、はい、これはやっぱだめなパスワードいいパスワードみたいなものを伺いたいなと思うんですけどそうですねだめなパスワードやっぱり使い回すことが一番ダメだめですね同じだってそ,そこがやっぱり何よりもだめですね共通パスワードなしそうですねあとやっぱり忘れちゃいますよういいんですそれがつらいんですよね、はい まあでもやっとパスのパスワードなしでもできるような仕組みっていうのが去年ぐらいからできてしまして、まあ徐々に普及していけばパスワードなしでもちゃんとした認証ができるようになっていきそうだっていうのがあります。うん、まあそうなんですか。そうなんです。パスワードがないのにちゃんと認証する。そうですね。識別できる。え、ね、識別できるような。 形をまあ今つく作られてまして一部はもう導入されてますね。そうなんですね。ハ、えー、イテクはでも人に優しいかそうなっていくわけですよね。そうですね。やっぱり全部覚えるの私も無理なので、なんか僕あのパスワード覚えるパスワードボックスみたいなやつなああいいですね。ありますね。なんか、まあ、いっぱいあって忘れちゃう人とま,まあ手帳に書いてまあ出さなければいいっていうのもあります。あ、そうですね。そうですね。やっぱりパスワードっていうのはどこかで自分以外の人が使うこともあるので、なくなった場合とかね自分自身がはい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 えー、そういう時は使えるようにしておいた方がいいかなっていうのもありますから。 一周回ってえっと安全度の高いところに物理的に書き残すっていうのは意外にありかもっていう, <laughs> う、ね、かなりありですね。あと会社とかですとそうしとかないと急な退職であったりとかそう、ねえー、事故でなくなってしまう方もいますのでまあそういうの対策としては必要ですね。あこれは面白いっすね。一周回って超ローテクに <laughs> しっかりとタンスにしまっとくみたいなそうですね紙に書いてみたいなのが それが実は安心安全であるっていう,う、ね、1>, 1個のことで完全に記憶してとかってやってる方が、うん、その一個がもしもなってしまった時に危ないそうですねええ、人は忘れますから難しいパスワードたくさんつけたら絶対覚えられませんから、ね、そこなんですよね、えー、やっぱ誕生日とかはダメですかまあありえないですね <laughs> ありえない誕生日ペットの名前えー、っと家族の名前とか絶対ダメですねああ、そうなんですか、ええ、ペット多いんですかやっぱり ペットも多いですよあなんか自分の身内じゃないしそうですね親とか子供じゃないっていうところで次来るのは大体ペットみたいなそう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 ポチとかね、はい、ダメですね <laughs> それとあの名前と誕生日組み合わせもあそういうのよくあるんで絶対ダメですよ、ね、何個かそれですねそうそう、ね、だってサイトごとにすごい,じゃないですかあもう行っちゃったらすぐえなきゃダメですよなるほど もうでも自分でもわかんないぐらい今度あとあのパスワードを設定するところ先のルールがあるじゃないですか半角じゃなきゃダメだし総合で十二文字じゃなきゃダメっていうところもあれば何もやらないところもあったりそうそうそうそれのせいでもむちゃくちゃなバリエーションにそうなんですよ一個難しいのを覚えればいいっていうわけじゃなくなっちゃうのが一番そこつらいところですよねあ俺大丈夫です俺頭があれだったんでそこまで追いつかなかったでうんでもそ,そ,で、ね、それね簡単に破れちゃうんで一 <laughs> 個一個難しいなるほどえー、例えば記号とかをたくさんやったとしてもその記号が使えないサイトがあったりするそう そうなんですよねそれ一番良くないですよね数字もなん絶対入れろとか入れるなとかうん、うん、ありますよね何個を含んだなんとかだみたいな、えー 何ででもいいだろうって感じなんですけどねそれもあれですかね、今後こうまた回ってみたいな、まあ。なかなかね、そこは標準化されないですね、うん、ただでも本当にお金を動かせるようなサイト、えー、僕みたいにショッピングサイトでなんか住所の入力の手間が省けますよみたいなレベルだったらまだ実害もあれでしょうけどうん、うん、お金動いて商品ガツっと買えるようなところは本当お金を扱ってるわけですからね、パスワードもしっかりと。そうですね,そうですねしっかりと下ものつけて、まあ,あの まだブラウザに保存するのもありっちゃあるんですけど、うん、ブラウザがあのパソコンとかに侵入されない限りは大丈夫ですただいますよねこのサイトのやつを覚えさせますかって、ね、そうなんですよねあるんですけどパソコン自体が他人が触,る触ったりとかそれをリモートでコントロールされるようなウイルスに染すると全部持ってかれるのでそこは怖いんですよあとあのパスワード覚えますかって,って入ってやってパスワード入れなくなったらそのサイトのパスワード自分が忘れるっていうね <laughs> まあよくありますねしょ,しょっちゅう入れないとなんでこんな速さで忘れていくんだろうっていう、うん、そうそうそう 対策もあるんですけど、はい、実は対策するソフトに問題があったりすることも多いんですよ、うん、パスワード管理ソフトってあるんですけど、はいうん、そこ自体にパスワードをインターネット上に置いてしまったりとか いいうののががあってなななかなか進められるのが多くないんですねそれはなかなか恐ろしい話ですよねインターネット上に自分のパスワードを、うん、アクセスが可能そうですね,ね不可能じゃないところに置いとくっていうのは、うん、なかなかのなかなか難しいですそれがねちゃんとできてるかどうかっていうのはちゃんと調べなきゃいけないんですけど渋谷のスクランブル交差点の真ん中に自分の通知を置くみたいな感じですよね、うん、まあそんな感じですよね <laughs> <laughs> 誰拾うか分かんない <laughs> 誰拾っちゃうかわかんないですね <laughs> いい人もいるだろうけども、まあもしかはそのサイトがハッキングされた時に全部持ってかれる可能性もあるってことも考えなきゃいけないですよ <laughs> あと 国境ないですから。そうですね。これいいの拾ったっつって。はい、みんな。欲しい人みたいな。あ、これ買う人いくらって感じでやられちゃうかもしれませんから、ね。に行く可能性も。すごい速さん、そこに行く可能性もあります、ね。実際売られてますんで、そういうのも。いや,い,やい,やいや、いや。何億人分、あ、もう、何億人じゃないですね、もう。確か、えー。中国で三十億人分漏れてしまったので、まあ、おそらく。何十億人分がもう漏れちゃってますから、パ,パスワードに関しては。 30億人分のパスワードをゲットみたいな事件があっ,たちょっと辛いですね <laughs> すごいですね、えー、あとなんかもうものは使いようですからねいろんなものね情報をこんな別に俺の住所なんか知ったって何もなんないでしょうっていうふうに思っててもそれだていろんな使い方が、ね、人によってはまあそれ自体売られたりしますからね、うん、そうですよね。えー さあ、えー、杉浦さんはこれちょっと嬉しいお話なんですが、はい、企業や観光庁の情報漏洩事件の調査コンサルティングも行っているというそうですねあの以前にも2日ほど前にも行かれたという、はい、これはちょっとやっぱりあれです、ね、そういうところに呼ばれていってほしいなというふうに思うと思うんですけども<ー>これ具体的にはやっぱり被害の件数って多いんですか今まあ一時期はちょっと減ってきたかなという感じでありますね。いったかなうな時があので もうあのやっぱハードウェアの進歩があのすごくあの皆さんのこうクリエイティブな活動に影響が出てるっていうのはすごくこの番組でもよく言ってるんですけれども,、えー、もうそれはもうまさにこの取引もそうですしセキュリティもやっぱこの,この進歩には影響絶対受けますもんね。まあそうですけどまあ観光庁の対策はまあ一巡したかなっていうところで、うん、まあある程度減ってきた感じではありますね。ちななみになんですけど日本のやっぱりここうういうところもあの 被害をハッキングというかかあああるんですすすりりますありますやっぱりあのー、専門家が十分ついてるわけではないので、はいまあ、そうするとやられてしまう可能性っていうのはありますんで,で気づいてるかどうかっていうのはまだ怪しいとこですね。うん何でしょう動きを止めて止めてやったぜみたいなレベルから、うんまあ。そういうレベルは誰でもできるんですけど、まあ、実際に中に侵入して情報を取れるようにしてたとか。 これ取れ取るいそうです、ね、実際にいくつか持ってかれましたよとかありますからあやっぱそうなんですねそうですねそっかもう動き止めて喜ぶとかっていう次元はもう全然通り越して,て、ね、もう動き止めてやるのは誰でもできるって分かってるのであと動き止めたのってバレますもんね、うん、バレないようにやった方がそうですねあまり勝ちないです侵入して引っ張れた方がいいわけですねそうですねそういうのが実際に動いているっていう、まあ、そうですねこれあのあと 攻撃にいろいろなパターンがあって標準型の攻撃、はい、そうですねう攻撃はまあいくつかパターンありまして、はい、まあ攻撃すするグループによっってて変わってきます、はい、このグループはこういう攻撃が好きだとか、はい、えこのグループはこういう機能を使ってるとかいうのがありますね。はい、<laughs> そそう本当に映画みたいな話なんですね。 まあそうですね。やっぱりいろんなグループがあるのと、はい、そういう人たちがまあビジネスとしてやってたりとか、軍の活動としてやってますので、まあそれぞれ変わってきたことをやってますね。二千十五年に日本年金機構から百二十五万件の情報が流出っていうような報道があったんですけれども、えーえー、こちらも杉浦さんは、まあこっちはちょっと絡んではないですけど、はい、まあ逆に絡んでると何も言えないんですけどね。あ,あ、なるほど。そうなんです。関与してるとあの内部情報を知りすぎているので、はい、えー。 なかなか詳しいことは言えないんですけどやっぱりあれですか杉浦さんはすげえ秘密をいっぱい持ってらっしゃるそうですねでも忘れてます, <laughs> すい忘れるようにそうですねでも,もうすごい何件ぐらい持ってらっしゃるす。ごい覚えてないですよそんなもう尋常じゃない、うん、尋常じゃないですけどそれは言えない内容ばっかりですちなみに杉浦さんの守秘義務の法律ってあるんですか、はい、まあ普通に契約であのあ交わしてますのでそうなんですね、ええ だから杉浦さんの立ち位置も新しく法整備しないと難しいですよ、ね、あ,あるんですけどそちらの資格は取ってないので、はい。<laughs> そううい資格なるほど今までの別にサイバーに限らず内部文書とか議事録をどうしたっていうのの法律が近しいのかというすね。一応そういうサイバーの人たちを支援するための資格ってあるんですけどあまりにもメリットがないので非常に批判されているとデメリットしかない法律で資格で皆さんにとって責任とお金が捉えるだけというちょっと困った資格なんですけどね。でももちょっとそれ改善して といあのもちろん関わっていることだったら放送では言えませんっていうのは、ええ、それは当然それべらべらしゃべられちゃったらう、ねうん、もう内部も内部の話になるわけですよね,、うんですねうん。あってもな,なくてもあ,あのってるように言ったりなくてもないように言ったりとかねうん、うん、よくやってます、ね、で全ての書類とかは今ドキュメントでテキストデータとかにしちゃった場合、ええ、そこも全部どういうふうに管理されてるのかっていうことも把握しないと直すも何も基本的に持って。こななないいいです,です、ね、あの絶対持持ち出さた そうすればあの取りに来ても何もないので、うん、ええ、だから絶対に。そのコピーって。 そのコピーのなんか法律みたいなのというの今後だからもっともっと一応ねあの公務員とかに準ずるところの機密措置のやつはあるんですけどはいはい、はい、でも杉浦さんは公務じゃないですか、えー、これだからまた面白いですよね <laughs> まあでもそすごい立場ですよねそれはちゃんとあの契約はしているので別でちゃんと民法的なところでやられますからねあだから法律っていうのもその弁護士さんとの契約書のしっかりと文言の確認とかっていうことを いいいいいちちいちしなくちゃいけなななくゃけようなすごいスペシャルな立場ってことです、ね、まあまあそれはちゃんとありますしでもだからこそこのは日本ハッカー協会でそういうところをこうスムーズにやれるようにとかでまあそういうところの,あのやっぱり地位向上だったりとかやっぱりちょっとメリットがないのがあまりにもねうん,うんいやだからできるべくしてこのこのキャッチーなお名前の,名前の <laughs> そうですね協会ができたっていうことですね。えーそうですね では、えー、今回もですねあっという間にお時間が近づいてまいっ、はい、てきてしまったんですけれども、はい、あの杉浦さんにお話を前回も伺って、はい、やっぱ15年経つとちょっともうこの。はい スピードが速すぎてイノベーション的なことがみたいなお話もまあ逆逆ですねすね、はい、進化が少なくなってきてると15年前はいろんなことになってあ何やっても新しいことできたんですけどまあかなり飽和してきたってありますね杉浦さん的にはもう飽和を感じるっていうことですねそうですね次のイノベーションに対してあんまり大きなビジネスはできないなというのがやっぱり見えてきた感じですねセキュリティでは言える範囲で今後の杉浦さんの こんなことをしていこうかなっていう。そうですね。まあ、今ちょっと仮想通貨系でもやろうかなってなりますねはい、はい。仮想通貨もいろいろ言われましたね。えー、そうですね。ワーッと高まって、今なんかあんまりまた、うん。ちょっと下がってる感じで、感じですけれども、あれこそまさに信用とセキュリティーみたいな。そうですね。まあ、基本が暗号技術にでたり立ってますので、はい、暗号がわからないと実際うまくできる。 人が少ないっていうのもありますしシステムを作るのに暗号技術がとても大切そうですね,ですねあと法整備が十分ではないのでうん、うん、まああと金融庁が結構染み付けすぎているというところもありまして<ー>逆にそう以外のとこであると結構面白いことできるかなと思ってますねわ、今なんかとんでもないキーワード出ませんそれ以外のところでやるとそうですね <laughs>、まあ、国を変えたりとかいろいろとできますので今は国境ありませんのでネットの世界は何かそういうのをちょっとは、ええ 感じていこうかなと。はい、はい、じゃあ、そこ、そこのキーワードで。ええ、またあれですね。そうです、ね。でも、お金の流通変わらも、また世界変わりますし。しまた変わってきますね。もうそれの方向に、どん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 今なってきてますもん、ねうん。まあ、でも、あれが流行るかどうかって、まだまだ難しいなあとは思ってますけどね。うん,うん。また、あれですね。杉浦さんの目線から見たところの。 あのウェブマネーとかはちょっととても興味深いところがありますねまあそうですねいろいろとありますね利益とかそういうところじゃないええー、まあ流通だったりとか、ね、決済手段あとはまあそれぞれまでがやっぱり電子化されてない部分の電子化っていうところがやっぱり見えてくるなと思ってますねでもやっぱりそうですねどっかでそっちの流れにちゃんとしたいなってあるんですけど意外といろんなところが紹介になってますね日本は。う 僕もニコニコ現金主義なんですけど、うん、ずっとクレジットカードとか遠かったんですけど、えーえー、まあでもどう考えても便利とか利便性なんでしょうそういうのから言ってもそうです、ね、ネットで買うときりクレジットカードなんてなかなか難しいですよね、はい、あとそういうふうにどん,どん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 物理的なお金じゃない方向になんか行くっていうのはまあない話じゃないないう、うん、そうですね、えー、そうなってくると自然と必要になってくるそうですねやっていきますね、はい、さあその、はい、日本ハッカー協会代表理事の、えー、目指す ハッカーの正しいやり方といいううのもも伺ってもよろしでですかそうですかそね、まあ、正しいやり方まずは、まあ、あの新しいことをどんどん挑戦していくっていうのが重要です。できない理由を考えるよりもまず先にやってみようという精神で、えー、行動していただくのが一番重要かと思ってますね。はい、ただまあもちろんあのその時にリスクがある場合はハッカー協会に入っていればあの、えー、できる限りありサポートはできますので。えー いざという時だけですね,ね。実際に警察来ちゃったとか、うん、まあそういう意味であの安心して働いあの活動してほしいと思ってます。これってあの協会員は募集中ということで,で、あ、募集中です。誰でも登録できます。<っ>ハックする技術があれば、でで我こそだと思う人は、そうですね。こ我こそはでもちょっとちょっとあの危ないからちょっと入っていこうみたいな感じでもオッケーですね。<ー>ちょっと新しいことやるから、その分はハックできて作れるんで、じゃあ入ろうっていう形でもいいです。 これはあの発覚協会のホームページのセキュリティがあるからそれをクリアしたやつだけ入れるみたいなうんそれはちょっとあの一応やってもいいですけどこっそり教えてくださいってなってますね <laughs> すごいですねやっみんな作ろうってことになってますからさすがにね <laughs>、はい、やりっぱなしはさすがにちょっと困りますんで直していきましょう <laughs> <laughs> では最後にですねこの番組あの若いエンジニアの皆さんも聞いてくれてますのでその皆さんにえ杉浦さんからメッセージの方お願いいたします、はいえー、若いエンジニアやっぱり未来があって、えー 活躍できる場所をちゃんと見つけてほしいと思います。まあ、もしあの消耗しすぎているとか、非常に辛いっていうのであれば、まあ環境を変えるって言うところも若いうちであればしやすいと思いますので、まあそういうことも考えてえ将来設計をして自分が活躍できるより活躍できる場所をちゃんと見つけていってください。うんなんかもうバリバリの現役でいらしていこう。はい こうスピードの速い杉浦さんならではのメッセージという感じですね杉浦さん本当にいろいろとありがとうございましたまだまだあのお伺いしたいことたくさんあるんですけれどもぜひまたですね番組の方に遊びに来ていただきたいと思います A ラボインデックスこの時間のゲストは一般社団法人日本ハッカー協会代表理事杉浦孝之さんお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございます AFM A ラボインデックスフィ aturing s s i a Matsukaze まあ映画を送りしてきた BA.FM エラバインデックス本日いかがだったでしょうかいやーお話面白かったですね日本ハッカー協会代表理事杉浦孝之さんでしたけれどもいろいろなやっぱり作品、まあ、映像もアニメーションもあの監修やっぱりなさってるそうですよもうなんかお話が本当に映画の世界みたいなねそういう事実のことを知ってる人がいなかったらああいうのも作れないですもんねただだもうこんだけ 皆さ僕もだから変な話なんですけどなんかずっと疑ってたんですよなんかこう物理的に見えるお金主義なんでお金って落としたらお金落としたみたいねお金減ったとかみたいなんですけどあんなだって朝ののコンビニかかかららタクシー乗るるる全部をこう会計してる人もいいじゃないですかもう数億の処理なわけだからそんなの絶対何がしかっていう風に思ったら実際のねそこのセキュリティがすごく進んでいるお話だったりもっともっとできることとか。 たたくさん具体的ななお話がありましたねなんか更にっていうふうに言っていた仮想通貨前にゲストにレジェンドエンジニアゲストで来ていただいた方ともお話つながりますのでまた少したった数年 立っただけでもう杉浦さんの知ってる世界が全然違いそうなのでぜひまたお話を伺いたいなと思いましたさあこの番組の感想もメールで送ってくださいねあなたのパスワードは大丈夫ですかこちらのメールアドレスは alabo.co.jpalabo.co.jpalabo のつづりは alabo です そしてこの番組 A ラボインデックスのブログでは今日のゲスト杉浦さんとの写真などスタジオの様子もご覧いただけますまたゲストパートですが実は放送されている部分はほんの一部なんですインターネットバージョンほぼノーカットで毎回アップしてますのでぜひ b f m ホームページ内 A ラボインデックスのブログチェックしてくださいねそれからもう一度今日の放送を聞きたいという方はぜひラジコでどうぞラジコではただいまタイムフリー調子機能で放送後1週間過去の番組が来ますぜひこの A ラボインデックスラジコのアプリをダウンロードしてみんなでシェアしてくださいねあのー、杉浦さんとの 番線をね、一緒に撮ったんですけれども一言っていう風に杉浦さんにお願いしたらですね「あの、あなたの情報は漏れています」っていうね一言いただきまして <laughs> みんなでしびれましたあの番宣ね聞いてくれた方もいると思うんですけれどもこれちょっといい啓蒙活動だと思うんで私も早急にパスワードを変えます皆さん <laughs> 名前やら誕生日やら愛犬やら愛病やらのお名前にしてるあなた 情報漏れていますね。<laughs> すぐに会場セキュリティー高めていきましょうね。というわけで、米フムエラボインデックスお相手は松風雅也でした。また来週。